4次元立体の3次元空間への投影を超球面、超直方体、超三角錐を例にとって見てみます。でまず3次元立体の2次元の投影を見てみたいと思います。これがわかると次元を1つ上げるだけですので4次元の超立体の3次元への投影が分かりやすくなります。でここで扱うのは大きく分けて直投影と 中心投影の二つですで。直投影というのは、スクリーンに垂直な光を考える。スクリーンに対して垂直な光を考えて、その光による点 P の影を対応させる。こういうのが直投影です。 でえー、実はですね、あの光がこう斜めに当たる場合もあるんですけれども、こういうのは平行投影と言いますけれども、それはここでは扱いません。で一方、中心投影というのは、これがスクリーンがありまして、視点があります。で、ある点 P を、このスクリーンが回るある程度、まあ、ちょっとあの透明であるとしてですね、えー、透明であるとしますと、 ある点 P をそのスクリーンを通してみたときに、そのスクリーン上にその点 P がどのように見えるか。それを中心投影と言います。もう少し具体的に言いますと、その視点とその点 P を通る直線とスクリーンの交点を対応させると。そういうのが中心投影です。さらに、式を言いますと、スクリーンが z イコール1で、視点が原点 O の場合は、 ご覧のような式になります。これなぜかと言いますと、OP の長さと OQ の長さの比というのは、Z 対1なので、P を Q に対応させる変換というのは、O を中心の Z 分の1倍の変換となるからです。従って、まあ、ご覧のような変換になります。では、 えー、その例としてですね単位球の中心投影を見てみたいと思います。で我々は3次元人ですので、9の中心投影というのは台になると、ここで言うとまあ黄色いこういう台になるというのはすぐわかるんですけれども、後のことを考えて、つまり4次元超立体のですね、あの投影も考えて、z イコール t で切った切り口を考えてみたいと思います。 で、z イコール t で切った切り口はご覧のような青い円になります。こういう円です。で、この円を、えー、t 分の1の相似変換で移動しますと、このような円になります。で、これはあくまでも z イコール t による断面の中心投影ですので t をまあいろいろ変えていってですね、別の中心投影がまあできるわけですね。その中心投影の を全部集めてやったら球の中心投影ができると、まあ、すなわち Z イコール T と球の後円のこれですねこの赤、はいこれですけどもそれを中心投影した図形を CT としますここが CT ですでこの CT の通過領域が単位球の中心投影となりますさあそれでは以上のことを リス 3D で見てみたいと思います。えー、まあ原点、それから平面 z=1 ですね。で9があります。これはもはや単位9ではないんですけども原理は同じですので、えー、これもやりたいと思います。で、えー、ここを H をドラッグしていくとこう T が変わります。 で、P をちなみにこの上を動かしていくと Q も変わります。で、この P の中心投影 Q です。で P をいろいろ変わった時の Q の通過領域がこの公園、あ青い公園の中心投影になります。それは まあこういうふうなこれがこの青い円 z イコール t による断面の中心投影ですまあ実際にはこれは相似変換を使えばいいわけですから t 分の1倍、o、を中心で移せば OK ですご覧のような円になりますで次に をこ,う変えるとこの断面の中心投影が色々変わっていきますこの中心投影の通過領域が Q の通過領域になりますしたがってまたしてもトラジェクトリーをクリックしてこの円の通過領域を考えますそうするとご覧のようにこの円の通過領域は楕円になります これが Q の中心投影です。円というのはあくまでもこの断面の z=t によの断面の円の中心投影です。それの通過領域がこういうの,あの立体の中心投影となります。でもうここまでで一応終わりなんですけれどもえ我々は三次元人ですから実はもちろんこんな面倒くさいことする必要はなくて まあご覧のように円錐を考えてやればを頂点とする円錐を考えてやればもう簡単にイメージすることができます。でまとめますと平面 z イコール t による断面を利用した中心投影の作図ですけれども3次元物体 v の平面 z イコール t による2次元の断面を t。 原点を中心とした t 分の1倍の相似変換を f とすると、t の f による像 t ダッシュの通過領域が v の中心投影となります。で、わざわざこのように述べたのは、実は4次元に応用したいからでして、4次元の場合はこの3次元物体というところがですね、3次元物体を4次元に変えます。ここのところ4次元に書いてあります。でこの平面 z 等 t を超平面 u 等 t に変えます。 すするとこれが3次元断面になりますで、その3次元断面の像の通過領域が中心投影となるというふうに4次元の超立体の中心投影というのが断面を考えることによってあの作図できるんですねでそのために、えー、今のように3次元物体を平面 z イコー t による切り口を考えることによって、えー 中心投影をししてみましたでは次は直方体の中心投影です。原理は同じなんですが、もうこれはすぐ分かりますように、まあ、こういう形になったり、まあ、こういう形になったりしますで。この例を挙げましたのは、後で超直方体の中心投影ありますので、超直方体の中心投影の場合は、実は 直方体の中に直,と直方体が入っていたり直方体の外側にまたもう一つの直方体があったりという形になるのでまあそれを分かりやすくなるかなと思ってここに例をあげましたちょっとかぶり 3D で簡単に見てみたいと思いますまあこういう図形ですねこのようにこの直方体の面がスクリーンの面と平行の場合は長方形が2つできます サイズの違う長方形が2つできて、外側の長方形とか、Z 細胞が多い方の像がですね、中心投影がですね、あの小さくなります。サイズは小さくなります。Z 細胞が小さい方の中心投影は当然サイズが大きくなります。で今はちょうど、まあ、中に含まれています。これは平行ですから、まあ、中に含まれているんですけども、ちょっとこういうふうに。 ずれれていいくとと中に含ままないこともありますしかしいずれにせよ長方形のサイズの違う長方形が2つできるとそういうわけですで次はこの直方体の面がスクリーンと平行でない場合ですけどもその場合はその面の中心投影は四角形にはなりますけれども平行四辺形にならないです まあいう図形になります実はこのようにですねすると一点で交わります